護衛艦出雲、加賀に F-35B 戦闘機艦載計画に伴って大規模改修工事が行われる中、護衛艦ヒューが伊勢に注目が集まっているとの情報をキャッチしました。今回は護衛艦ヒューが伊勢になぜ注目が集まっているのか詳しく見ていきます。ドローン空母かな。2023年時点で日本の海上自衛隊で最大の規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻が建造された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であるが、これは同隊では艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めたものだ。出雲型護衛艦は基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートル、深さで 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズを誇り、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大の大きさである。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部は、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わせられた古学方式が採用されており、最大で出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮する。また、出雲型護衛艦は、電源設備としては、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500G07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、その合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっている。出雲型護衛艦は、全通式の飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えており、そのいかにも航空母艦しかとした全通式の飛行甲板上には、5箇所の回転翼機の同時離発着が可能なスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母と見さされてきた。出雲型護衛艦の全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅が 38.0m が確保されており、海上自衛隊で対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機のみならば、最大で14機を艦内の格納庫に収容することができる。ただし、実際の運用上において出雲型護衛艦は、この SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途を主軸とする、MCH-101 回転翼機2機を標準では搭載する体制が敷かれており、格納庫は、第1、第2、および、整備用の3つが、艦内に設置されている。また、出雲型護衛艦は、その艦艇の大きさを活かし、陸上自衛隊や海上自衛隊が、運用を行っている双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用も当初より想定されており、この大型な機体ですら、艦内の格納庫への収容が可能となっていた。出雲型護衛艦が格納庫に収容可能な回転翼機は、SH-60kg が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル。全高 4.0 メートル、重量1065トン、MCH-101 が全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンである。これらの回転翼機を艦内の格納庫から昇降させるエレベーターを出雲型護衛艦では2機を備えており、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機が環境後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されている。全部1機の飛行甲板上のインボード方式エレベータのサイズは、長さが 20.0 メートル、幅が
13.0 メートルあり、環境後方不減のサイドデッキ方式はエレベータは、さながさが 15.0 メートル、幅が 14.0 メートルで、耐火荷重量は30トンを超える。現在、出雲、潟護衛艦が施している航空母艦化改修によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能となるが、同機は長さが 15.61 メートル、幅が 11.37 メートル、重量が27トン強の規模を持つ。出雲、潟護衛艦のネームシップにして、一番艦である出雲が寄港されたのは、2012年1月、日本政府が F-35 ライトニング 2B 型を、出雲、潟護衛艦を改修して、艦載機とすることを公的に認めたのは、2018年3月だが、それを見越した設計がなされていたことが、垣間見える。すでに、日本の大手のマスメディア各社では、2013年の中盤以降には、F-35 ライトニング 2B 型を取得し、出雲、潟護衛艦の艦載機となる可能性についての報道を行っていたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていた。これは、当時は、政治的には、日本の海上自衛隊が、その装備として、航空母艦を運用することに対して、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するとの批判をマスディアから、被ることを危惧していたゆえだと思われ、今からすれば、覚醒の感が拭えない。しかし、日本が、こうした政治状況にあった、この時期にも、中国海軍は、国家として、経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強を著しく進めており、こうした危機感が、日本国内でも広まり、危機感が醸成されたことから、その航空母艦化は、市民権を得た。日本では、2010年の後半に差し掛かると、出雲、潟護衛艦に対する航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注、その着手が行われた。ここでは出雲、潟護衛艦に対して、無人航空機と合わせて、F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われ、これを受けて、2018末に閣議決定を見た防衛計画の大綱や、その具体策を綴った中期防衛力整備計画では、ストブル機の運用について、言及が行われた。そこにおいては、従来の日本政府の国会での答弁において、自衛隊が保有を行わないと定義してきた装備3点、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦について、変更はないとしつつも、出雲、潟護衛艦の改修は、攻撃型の航空母艦には該当しないとの見解が示された。このあたりの航空母艦を攻撃型か否かと区別する定義が、軍事的に意味をなすか否かは、実に日本的な政治上の言い回しと解釈に満ちたものだった感は拭えないが、いずれにせよ、これで、出雲、潟護衛艦の航空母艦化改修が本決まりとなったことは間違いない。それでも、日本政府は、仮に、出雲、潟護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言をしており、従来通りの回転翼機による、対戦勝海任務との併用を前提とすることを付け加えている。出雲、潟護衛艦の航空母艦改修は、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手され、全通式の飛行甲板に対し、F-35 ライトニング 2B 型が排出する、高温の排気熱に対する、耐熱加工が施されることが打ち出された。そして、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦を支援するため、
アメリカの強襲揚陸艦でも搭載されている誘導装置の設置や、飛行甲板の先端部分の拡幅工事の実施が打ち出され、現時点では、いすも、が2027年度中、かが、が、翌年の完了を見込んでいる。並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数で、42機の調達が計画されているが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県のニュータ現基地が有力視されており、同基地において早ければ、2024年度からの運用が示唆されている。こうして、太平洋戦争後に、日本では初めてとなる、いずも、潟子栄艦の航空母艦に改修しての運用計画が進められているが、このいずも、潟子栄艦の先駆けとなったとめされているのが、日向、潟子栄艦の日向、伊勢の2隻である。日向、潟子栄艦は、基準排水量が 13,950トン、満載排水量が 19,000トン、全長が 197.0メートル、全幅が 33.0メートル、深さが 22.0メートル、喫水が 7.0メートルの規模を持ち、排水量比では出雲、潟子栄艦の約 70% 強のサイズ感である。この日向、潟子栄艦も出雲、潟子栄艦と同様に、全通式の飛行甲板を備えた、形状から見れば航空母艦しかとした外観を有しているが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されている。この日向、潟子栄艦のエレベーターは、前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、サイズまとも、F-35 ライトニング 2B 型の昇降には厳しく、どちらも飛行甲板上にあるため、同機の離陸距離の確保も困難である。そのため、日向、潟子栄艦は、出雲、型のように、航空母艦化改修を施すことは、物理的に制約から考えにくく、どちらかといえば、1998年から収益を始めた、大隅型輸送艦3隻の代替艦が、今後は、その機能も盛り込む可能性が高いのではないだろうか。